今度はどんな勝負です？何出してきても勝ちますけどね。私を追い詰めてるなどと考えているのならそれは大きな誤り。ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えばヴィランだけどね、残された方はたまんないわよ。私がどれだけ苦労したと思ってるの。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。まさに暴走。こんなの間違ってる。正義は悪に屈してはならない。私は勝たなければならないの。ただの独りよがりだ。どちらが正しいかは戦って決めればいい。じゃあ始めましょうか。なんだ。ただ力をぶつけ合うなんてこの場にふさわしくないわ。何をしてくる気だ。もうコインは関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。正々堂々行きましょう。よし、行くぞ。ペルソナ、そこか。ペルソナ、勝負をしましょう。もちろん暴力行為は禁止よ。ルールは守ってもらうわ。だから今さらルールなんて従うわけないだろ。構わないわよ。そういう人にはペナルティを受けてもらうだけだもの。ルーレットしないとペナルティらしいけど、どうする。やめてよ。というものよ。ジョーカー、我が決意の証しをしよう。そうだ。ペルソナ。ペルソナ。これだろ。
なたにはボールがどのポケットに落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どこにかけるか選んでちょうだい。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思うよ。さあ、どうかけるの？なら結果を見てみましょう。やはり負けてしまったか。何か分かったか、ジョーカー。本当か？どういうイカ様だ？確かにボールが一瞬浮いたような動きをしていた。舐めた真似を。なら言い逃れできないようイカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか指示出しを頼んだ。ジョーカー、誰か派遣してくれ。百発百中の腕。狙撃か。うん、頑張ってみるよ。百発百中。狙撃か。了解。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像が変わってる。毎回賭けの対象は変わるってことだな。狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあ、ベッドの時間よ。さあ、どうかけるの？今度こそ予想が当たるといいわね。
これが奴の本性ってことか。ようやくいつもの殴り合いだ。頑張れよ、ジョーカー。これはルーレット盤が変化した。こうしてさっきまででは比較できない戦闘力だ。油断するなよ。ドミニオン奪え。格の違いを見せてやる。こっちはいけるぞ。示した明確な息吹で悪を裁けとくれ。ハンターがダウン。大丈夫か。くそ、嘘じゃない。超強化いくよ。凍結属性の攻撃をするつもりだな。油断するなよ。僕の恐ろしさを味わえ。ソラ、ジンカボーシロ。オッケー、ハンターが吹き切れたから反撃開始。これでぶっこめ。勝利こそ正義。そのためなら何をしたっていい。勝てば官軍。そうでしょ。私はどんなことがあっても勝ち続けなければならないのよ。なんだよその理論。いい加減目を覚ませ。くれー。ジョーカーが華麗に回避。エルソナ
どうすればいい？これでどう？オッケー。ハンサーが吹っ切れたから発見開始。私も